酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またね、デルカップに引き続き、それ系のね、ものを買ってまいりました。長屋の特選、長屋人参酒、デミタス、ロイヤルゼリー配合、朝鮮人参と12種類の草根木皮、読み方がわかんない。ね。でですね。度数が 19%。容量が 60ml です。これね、ここにね、下にね、沈殿物として、ほら。まあ、輪切りにされた、で、人参が入っております。これいくらだったっけな？これも200円くらいだった。2、300円。ちょっと高かったような気もするんだけど、どうだったか忘れました。まあ、飲んでいきましょう。これは効きそうだね。なんかデルカップよか効きそうだ。直接人参が入ってるっていう。長屋のね。長屋。矢のデミタス。じゃあ乾杯。これ。あ、あれだ。電気ブラに非常に似てる。甘い。そしてすごい、香りがものすごく。似てる。てか、ほぼ変わらない。若干なんか風味が違うような気はする。が違う。うん。これ電気ブランだ。うん。ちょっと甘、かなり甘いです。かなり甘くて。うん。うん。なんか、あれもそんな感じだった気がするな。なんだっけ。陽明酒。陽明酒もこんなような味だった気がする。うん。これちなみに 700ml のやつも売ってますね。長屋のネットで2700円だ。高っ。うん。あ、これすっげえこのブランデーの甘いブランデーみたいな感じ。砂糖加えたブランデーみたいな味しますね。体じんわり熱くなる、高齢人参のお酒。不規則な生活や日常のストレスでも、もたらされる体の錆びつきをゆっくり洗い流すという考えで基づいて開発された健康酒です。健康食材として最も人気の高い素材の一つ、高齢人参に加え、古くから伝わる健康食材の本場、中国で愛用される12種類の草、根、木、皮、ビタミン、ミネラルが豊富な女王蜂の食事として広く知られられる、ロイヤルゼリーを配合しましたと。ちなみにさ、あれ買ったことないんだけど、陽明酒。陽明酒これいくらな？陽明酒がそもそもいくらなのかわかんないんだけど。ん？あ、でもこれよりが安いわ。
1リットルで2376円。700ml だと1674円だって。あ、案外安い。あ、そんなでもねえな。これ来年はあれかな？来年は、母の日のプレゼントこれかな？多分。1リットルのやつ、買ってあげようかな。ようやくまともな酒を送るという。ね、今まで八海さんと、あと、久保田、送って、あと、ラム酒も送ったんだな、確かな。今までまともな健康酒をあげてないという。ね。確かにこっちの方が値段高いからなんか効きそうな気するわ。まあ、人参入ってるしね。人参自体ね。うん。まあ、あんまり飲みやすくはないな。ただこれあんまり売ってるとこがないみたいですね。なんかネットのショップで見ると、どこもなんか売り切れとかって書いてあるな。あ、これ販売終了したの？ん？ああ。これの10本入りは販売終了だって。700ml のやつは普通に売ってるみたいです。ああ、だから少ないのか。つまりミニチュアボトルはもうこれ売ってないってことですね。なるほど。道理でね。うん。まあ、これはまたあれだな、ビールでは。安定のビール割りがこれいいぞ、これ。絶対。絶対。絶対ビールだった方がうまい、これ。うん、ストレートで飲む分にはちょっと、えぐいな。えぐいっていうか。まあ、電気ブラン、よか、えぐいのは間違いない。多分。うん。うん。まあ。うん。これはもうに、もうあんま買いたくないな。あんま美味しくない。正直。まあ、健康気にする人にはいいんじゃないの。知らんけど。まあ言うてデルカップと同じぐらいのもんでしょ。まあ別にまあまずいってほどまずくもないけど、まあ健康酒だったらこんなもんかなっていう感じはしますけどね。あくまでこれ酒飲みが飲むようなもんでもないでしょう。さすがにね。さすがに。酒飲むやつが、ねえ、これうまいから毎回買ってるとかいうバカもいないと思いますけど。で、まあ少なくとも健康で、ね、健康のために、ということでしょう。はい、お楽しみ。
ね、この見た目ごぼうの人参でございます。ね。食べまーす。うん。まあ。まあ、人参っていうか、ごぼうっていうか、ほとんどごぼうみたいなもんですね。しなしなになってますけど。うん。まあ、人参でもごぼうでもどっちもいいわ。はい。まあ、これは、変に甘さがあるからこそ、逆にまずくなるパターンの、あれですね。逆にあの甘さがどぎついんで、それが俺嫌いなんだよな。甘すぎて。デルカップの甘口よく甘いですね。これはまずい。これは、いらんわ。これはいらんわ。これはさすがに。もう買わなくていい。4552です。ご視聴ありがとうございました。ふぅ。